お隣韓国の軍事情報です。アメリカから購入した F-35B ライトニング戦闘機に中国製の類似品の装備部品を輸入しているという話が漏れ聞こえてきました。この F-35B ライトニング戦闘機は、もともとはアメリカから高い経費で購入した戦闘機です。普通は純正部品を使って大事に使用するのではと考えますが、韓国は部品を中国から買い入れるというのです。アメリカも驚いたことでしょう。そもそも中国製の部品は戦闘機に適合するんでしょうか？パソコンやコピー機でも純正部品でないとちゃんと動かないということもありますし、ましてコンピュータ制御されている戦闘機です。乗員の命がかかっているものに合わない部品をつけて不具合が発生したら、とこっちの方が心配してしまいますね。というわけで、今回はこの最新鋭戦闘機 F-35A の整備関係について見ていきたいと思います。ロッキード・マーチン社といえば、アメリカでは巨大軍事企業として有名ですね。日本人としては、田中角栄という、日本史上稀に見る凄腕総理、人気も高かったを失脚させたロッキード事件の印象が一番強いのですが。そういえば、このロッキード裁判で有名になった記憶にございませんと。いう言葉が最近再び逆光を浴びていましたね。どちらもいいことではなかったのが残念ですが、癌は9代。この会社が製造した最新鋭の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をアメリカは韓国へ売り込みました。当初予定では韓国は計60機購入希望だったのですが、やがて40機と20機に下方修正しました。経費の問題だったのか、他に理由があったのかは不明です。戦闘機の数は減らしましたが、軽空母の保有計画があることを、韓国は公式に発表しました。最終決定かどうかは、別として、軽空母用に、ライトニング B 型戦闘機を約20機購入する予定ということです。韓国が、B 型戦闘機購入や軽空母建造の意思を公表したのは、日本を意識していると推測されます。一昔前の富裕層に代表される日本での異常なまでの韓流ブーム、その後には K-POP ブーム、最近でも韓国発信のアイドルグループが女子高校生の人気ですね。逆に日本のアニメや漫画などのクールジャパンブームが韓国に盛りました。と、文化面での交流はうまく行っているように思えるのに、国としての関係がどうもぎくしゃくしていると感じてしまう日韓関係です。パク・クネ前大統領のいわゆる告げ口外交には世界中が呆れ返ったようですが、それに対する安倍元首相の態度もあまり高評価はもらえなかったようです。どうしても国の対面を前面に押し出すと、この二国関係は悪化してしまうのでしょうね。一般人同士では、敵外心をむき出しにして喧嘩することもないんですけどね。これは、中国についても似たようなものですが、国内での支持率が危険水域に入ると、敵は日本。日本のせいだと言わんばかりに、戦時中の徴用工問題を持ち出してくる韓国に、日本としても目視するわけにはいきませんから、意見を公表する。そして、韓国が文句を言う、と、いたちごっこが、時折発生します。というわけで、いつの間にか、日本を敵視するようになった韓国ですが、B 型戦闘機と軽空母購入の理由は、海事の護衛艦出雲、
夜加賀の航空母艦化改修が決定したことでしょう。この事実を不安視して、対抗策を考えた結果が、ライトニングに戦闘機 B 型購入と軽空母建造に行き着いたと考えます。ここで、視線を、世界の動きに向けてみましょう。意外な動きが目につきます。アメリカやイギリスが、F-35 ライトニングに B 型戦闘機の調達を止めようと動いているのが、わかるはずです。アメリカやイギリスは、大のお得意様ですよね。この2国が買わないとなったら、ライトニングを製造しているロッキード・マーチン社は収入がガタ落ちです。アメリカの経済にも少なからず影響が出るのではとも思いますが、ところが韓国がライトニングを購入しようという姿勢を見せているわけですから、ロッキード社からすればアメリカ、イギリスで減った分を補えることになります。想定外の幸運というわけでしょうか。ことわざで表現すれば、棚からぼた餅ですよね。さて、軽空母開発と同時に、韓国は、設計の前提条件として、情報開示を要求しましたが、ロッキード社は、契約後でなければダメと突っぱねたのです。ちゃんと買うと、約束した後でないと教えないということですが、高額商品を購入してくれるお客の要求を拒絶した形になりました。ロッキード社も強気ですね。韓国は、以前、徳島級強襲揚陸艦の後継艦として、大型輸送艦を作ると言っていましたが、その身、中国に、空母保有の事実を隠すための言い訳と囁かれていました。あくまでも輸送艦だから、戦闘に参加する艦艇ではないという言い訳を考えていたようです。中国と韓国は仲が悪いわけではないのですが、中国は韓国と戦争状態にある、現在は休戦北朝鮮の後ろ盾ですから、韓国としては、何とも難しい付き合いを強いられているのでしょう。あまり軍事を整えると、中国の陰に隠れている、同民族の北朝鮮が策動し始めかねませんしね。なんせ、観光地へ、いきなり攻撃を仕掛ける国ですから。そういった意味で、韓国は、ある歪密な渡り外交を展開せざるを得ない状況なのでしょう。そこへ飛び込んできたのが、日本が海自護衛艦伊豆、元加賀を航空母艦として改修するというニュースです。これで、韓国は本気モードになったらしいです。日本への対抗策なら中国。北朝鮮のご機嫌を損ねることもなく、堂々と空母を保有できると判断して、軽空母保有計画を進めたのでしょう。ここで地図を見ます。日本の四州は、海という地域特性上から考えても、中国海軍がじわじわと迫る南西諸島を守るためには、出雲、夜加賀などの艦艇が運用する F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が必要不可欠と考えられます。一方、韓国の領海は、日本の約1割、朝鮮領海を加算しても約 12% 強ですから、陸上基地から発進する F-35A の航続距離や行動範囲に10分収まる広さです。なのに、あえて大金をかけて B 型戦闘機を購入しようというのは、予算の無駄遣いじゃないのかと考えてしまいます。日本が口出しすることではありませんけど。ここで、ヨーロッパの古い国イタリアの動きにも注目です。この国も F-35 ライトニング2戦闘機 A 型と B 型2種類の購入を進めているのですが、世界中に蔓延している新型コロナウイルス感染拡大の影響で、この計画は、一時中断しなければならなくなりました。そんな状況下で、
イタリアの中国経済援助依存度が一層強まっていると言われています。意外な感じですが、実はイタリアと中国は深い関係があります。というのは、中国から多くの労働者がイタリアへ移って働いているのです。日本でもそうですが、外国人労働者は俗に言う3キロ仕事に従事する、従事しなければならない人が多いので、現在のイタリアは中国からの労働者がいなければ経済が回らないだろうとまで言われているのです。韓国はアメリカから F-35 ライトニング2戦闘機の完成品を購入するだけですが、イタリアにはファーコ、ファイナル、アセンブリー、アンド、チェックアウト、機体の最終組み立てと検査を行う施設という F-35 の組み立て、製造、メンテナンス施設があります。文字通り機体を分解したり、整備したり、不具合の調節なども行われるので、F-35 ライトニングの情報を知ることができる場所でもあります。だからこそ、イタリアと中国の深いつながりを考えると、イタリア、ファーコから中国へ情報が流れてしまうのではないかと危惧する声もあるのです。このファーコは愛知県小牧市にもあり、アジア地区の F-35 の整備業務が行われています。F-35 には厳しいルールがあり、通常点検整備以外は必ずファーコで行わなければならないそうです。かほどに重要な機体ということでしょう。韓国は当然というか、やはりと言いましょうか、自国の F-35 戦闘機を日本のファーコに預けることを完全に拒絶しています。 FACO に入庫中にデータが盗まれることを心配しているのでしょうが、ルール違反ですよね。アメリカがこの違反を黙認するとは思えませんから、いずれは拒絶したことが問題化するのではないでしょうか。同盟関係にも少なからず影響するのでは。改めて韓国ですが、人口は日本の約半分なのに、軍事予算はほぼ同額。国家予算に占める割合も大きいので、軍事に回すよりもっと有効な使い方があるのではと、国民から大いに不満の声が上がっているそうです。経済的にも大国とは言えませんから、そういった不満は当然ながら湧き上がるでしょう。これはお互い様なのかもしれませんが、コロナウイルス蔓延の今、自国国民の健康生活に目を配るべきで、隣の国の軍備ばかりに気を回している余裕はないのではと思います。